常年司チャンネルニュースのドラガーガオー、はい、始まりました。皆さん面白かったら高評価のボタン、そしてチャンネル登録ね、さらにコメント欄に感想など書いていただきまして、内容気に入ったらサインスボタンにご支援ください。よろしくお願いします。昨日ナザレンコアンドリーさんとね、闇並みジャーナル出させていただきまして、不法移民の問題についてね、いろいろとご意見聞きました。ナザレンコさんは合法的に日本に滞在されている、在留外国人の方です。まあ、ケント・ギルバートさんも同じですよね。で、その合法的に滞在するためにものすごい努力をされたというお話、昨日してましたよね。まず日本語できないから、日本を勉強するってことで、まずはね、留学生として日本に来て、で、日本でその勉強してですね、で、ちゃんと日本の会社で働いて、貿易会社で働いて、ね、ちゃんと納税もして、でそれで、まあ、合法的にですね、在留資格を取ったんですよね。で、ナザレンコさんの立場だともう難民申請すれば多分通るんですけど、ナザレンコさん自身も意地になってね、はい。もう私は合法的に在留しますということで、まあ、やっているんですが、日本のね、まあ前の入管法ね、旧入管法、制度上の不備でね、犯罪を犯して、まあその自分の国にね、送り返されるってなった時に、私は難民ですって言えばですね、難民だって言い続けることによって、その後何年も不法滞在状態で日本に在留できるっていうですね、まあ、変な制度になってたわけですよね。はい。で、これを今回の入管法改正で、まあそういうことはできなくしたと。2回までで、もう3回目でもアウトにしますということにしたと。一体何が問題なんだということなんですが、まあね、このね、問題についてね、まあ例えばサンモニでさ、ね、平和の船からいらっしゃった、このね、畠山さんね、畠山澄子さんね、日本に逃れてきた人を見殺しにするような、こんな法案を通してしまって、本当に申し訳ない。国を逃れてきた人たちも安心して生きる権利があって、それを奪うのではなく、守るのが難民条約に加入している、加盟している、日本の責任って言ってたんですけど、いや、ちょっとそれとこれとは違うんじゃないですか。うん。犯罪を犯したりとか、まあ、不法滞在も犯罪ですけどね。はい。不法滞在状態の人がですね、難民申請すれば送り返されないっていう、まあ、制度上の不備をついてね、ね、このまあ法律を悪用していたみたいな部分がゼロだったかっていうと、それはさすがに違うと思いますよ。はい。まあ本当の難民の人もいるかもしれませんしね。まあそれは全員とは言いませんが、でもそうでないね。まあだって3割ぐらいの人がさ、前科お持ちなんでしょ？逮捕歴とかあるわけでしょ？で、それはだから犯罪を犯して送り返されるのが嫌だから難民ですっていうようなね。まあ今までそれ何回も申請できたんで、難民ですと申請し続ける限りはさ、入れたわけですから。それはさすがにちょっとやりすぎじゃん。そこまでして守るもんですかっていうのはね、思いますね。で、これに関連してですね、今ね、埼玉県川口市が大変なことになっているということで、これちょっと事実をね、お話ししたいと思います。決してですね、これクルド人の方の問題なんですけどね、クルド人全体の話をしてるわけでもないですし、クルド人に対するね、ヘイト、を拡散してるわけでもない。これ事実としてですね、自民党の川口の市議会議員がこういう申し入れをしたと、いうことをですね、皆さんにね、お伝えしたいなと思うんです。奥富誠一さんというね、川口市の、自民党の、市議会議員の方、こういうツイートをされてます。一部外国人による、犯罪の取り締まり強化を求める意見書を自民党川口市議団は川口市議会6月定例会に提出しております。各会派と協議し、議会運営委員会で合意すれば、川口市議会として国家公安委員会、埼玉県知事、埼玉県警他に提出する予定ですと、いうことで、その意見書がですね、以下書いてあります。これちょっと読み上げますね。一部外国人による、いいですか？一部ですからね、あくまでもね。全員じゃないよ。一部外国人による犯罪の取り締まり強化を求める意見書。いいですか？一部の外国人です。外国人全体を差別しろっていう内容じゃないですよ。ね。一部の不心得な、ね、外国人による犯罪の取り締まりですから。いいですか？ね。一部の人で犯罪を犯してない人は関係ないですからね。犯罪を犯してる奴は取り締まりをしろと。それを強化してくれと。今ぬるいんだっていう話です。で、以下読みます。現在、川口市には4万人を超える外国籍の住民がおり、加えて住民票を持たない外国人の中には仮放免中の方も相当数いると想定されております。この仮放免中ってのは例の難民申請にも関係してますよね。はい。で、多くの外国人は善良に暮らしているものの、いいですか？多くの外国人は善良に暮らしてるんですよ。川口市のね、この4万人の方。多くの方は善良に暮らしているものの、一部の外国人は生活圏内である資材置き場周辺や住宅密集地域などで暴走行為、煽り運転を繰り返し、人身、物損事故を多く発生させ、被害者が保険で対応するという声をいただいております。すでに死亡事故も起こしており、看過できない状況が続いております。事態が改善しないのは、警察官不足により適切な対応ができていないものと考えています。また、新聞報道にある窃盗、傷害などの犯罪行為も見逃すことはできません。
現在地域住民の生活は恐怖のレベルに達しており、警察力の強化は地域の治安維持のためにも緊急かつ必要不可欠となっております。このような一部外国人、いいですか、一部ですからね、一部外国人の行為はその他多くの善良な外国人に対しても差別と偏見を助長することになっており、到底見逃すことはできません、見過ごすことはできません。このことからこの度地域の窮状を訴え、緊急的に解決を図ることを意見書として以下提出するものですということで、期1ですね。まず1つ目、警察官を増員し一部外国人の犯罪取り締まりを強化すること。2、資材置き場周辺のパトロールを強化すること。3、暴走行為等の交通違反の取り締まりを強化することということで、内閣、総理大臣、国家公安委員長、衆議院議長、参議院議長、埼玉県知事、埼玉県警本部長様ということで、申し入れをしたんですよ。ところがですね、なんかこの申し入れが気に入らないと言ってですね、まあ騒いでる人たちがいるんですね。で、これはね、石井孝明さんですね、ジャーナリストのね、これまあ告発する、まあ、ブログを書かれているんですけれども、埼玉県川口市、外国人の迷惑、不法行為是正に自民党動くというところで、で、これでね、まあ見るところによるとですね、そのまあ、いわゆる立憲民主党以下ですね、まあ共産党とかね、ちょっと左派っぽい政党がですね、まあこれに反対していると、いうことなんですよね、彼によるとね。だからこれ一体なぜなのかなと。まあ一応ね、これ石井さんのあの文章を読むとですね、意見書の取りまとめの中心となった奥富誠一議員は、地方議会の意見書は重い意味を持つものと認識しています。外国人の犯罪問題を取り上げた意見書は全国で類例が少ないようです。川口市の市民の、解決を願う声は切実です。一部外国人の犯罪や迷惑行為問題が解決する第一歩になるように、志を同じくする市民の皆さん、政治家の同僚たちと共に頑張り、地域に安全と安心が戻るようにしますと、話したそうです。で、実際にですね、まあこれね、まあ、あれですよね、令和新選組と、立憲民主党と共産党かな、まあこの辺がなんか、反対をしていると。いうことなんですよね。まあ、なんでこういうことになるのかっていうのはね、ちょっとね、微妙ですけれども、まあ、三文二のね、はい、まあ、あれでしょうね。まあ、いわゆるその三文二の、まあ、畠山さんなんかみたいな意見が、まあ、出てんでしょうね。6月15日の時点でですね、この意見書をめぐる議会内の調整で、立憲民主党、共和、共産党、令和新選組は反対を表明したと。川口市民の、安全を守るための行動をなぜ反対するのか理由は不明だと、いうふうに、まあ、このね、石井さんは、ま、書かれていると。まあ、どうなんですかね。まあ、一応このね、石井さんの記事にはね、その迷惑行為の具体例みたいなこともいっぱい書いてあるんですけれども、まあ、これね、あんまり、その、こういうことをね、まあ、ちょっと拡散してしまうとね、はい、他の外国人の方へのね、まあ、悪影響もあるかもしれないので、まあ、ちょっとこの意見書に書いてある範囲に留めておきます。まあ、その、迷惑、行為ね、それから、その、まあ、暴走運転、ね。で、実際に事故が起こったりとか、あとまあそのね、たむろしてなんかちょっと喧嘩したりとかそういうのもあるみたいですね。これはまあネットで動画で見ましたけどね。で、こういう問題はね、やっぱり放置はできないので、きちんとした対処をしなきゃいけないですし、逆にね、ナザレンコさんとかケントさんみたいにね、合法的に滞在している大多数のですね、善良な外国人にとっても大変迷惑な、ことですよね。で、これちょっとね、一個だけ看過できないのはですね、クルドのね、そのまあ国際テロ組織があるんですよ。PKK っていうね。で、このね、国際テロリストのね、旗をですね、市内で掲げて、反トルコ行動みたいなことを、まあ、やってるそうなんですけど、まあ、そのね、外国における政治的な対立をね、まあ、その外国というか、日本にとって外国ですよ。トルコにおける政治的な対立をですね、日本に持ち込むのはいかがなものかということで、これはね、ちょっと私も引っかかりましたね。はい。で、PKK っていうのは、爆弾テロとかも確かやってる団体で、トルコからテロリスト認定されてまして、はい。で、トルコには当然、合法的なクルド人政党もあるんですよ。はい。で、そんな犯罪行為やらなければ別にトルコでだって、ね、政党まで持ってるわけですから、ね。トルコに戻ったら差別されるとか言ってるんですけど、その差別ってどういう意味なのと、ね。例えばそのロシア軍が今ね、ウクライナの占領地域でやってるような差別って意味なのか、ね。それともまあ、その、偏見持ってる人はいるかもしれませんけど、まあ、普通にね、権利とか保障されて暮らせるっていう意味なのか、まあ、歴史的にちょっとね、まあ、蔑視してるような感情があるとかないとかっていうレベルの問題なのかっていうのは、これ大きく、議論ね、分かれると思うんですよね。
で、その政治的にそのまあ迫害されてね、それこそウクライナの占領地域にいるウクライナ人の方のようなね、あの無理やり戦場連れていかれたりとかね、選別キャンプ入れられるとか、そういう状況かというとさすがに違うでしょ。クルド人の方トルコにおいてね、ね、合法的な政党まであるわけですからね、国会議員だっているんですよね。それ迫害されてるっつっても、まあその迫害っつってもレベルが全然違いますよね。そのロシア軍占領地域のウクライナとはね。それをなんか同一視してですね、なんかこう戻ったらひどい目に遭うみたいなこと言ってる人いるんですけど、事実関係もうちょっと確認された方がいいんじゃないかなとね、思いました。まあ少なくともですね、トルコにおける政治的な対立をですね、埼玉の川口市に持ち込むっていうのはちょっといかがなもんかと思うので、まあこういうことやってる人一部の人だと思うんですが、やめていただいた方がいいかなと。まあ自民党のですね、この、奥富さんのね、このまあ意見書、まあおっしゃる通りだなと。うん、思いますし、逆にですね、まあ、川口市にいるですね、まあ、穏健なこのクルド人の皆さんにとっては、この意見の方がいいんじゃないですか。そう、変なの取り締まってもらった方がいいですよね。で、その中にはですね、まあ、その、ナザレンコさんがね、ご指摘のようなですね、まあ、犯罪を犯して、強制送還されそうになった時に、難民申請繰り返してですね、まあ、そのまま不法滞在のまま何十年も日本に居続けられることができますから、まあ、この制度をね、悪用するような人も、ま、出てくるかもしれないと。まあ、そういう点でですね、まあ、入管法でその道を塞いだというのは、非常にいいことかなと思います。で、翻ってですね、この、サンデーモーニングのね、畠山さんの意見戻りますけど、ね、その、日本を逃れてきた人たちも安心して生きる権利があって、うんぬんとかおっしゃるんであればね、例えばですよ、チベットやウイグルでね、弾圧されてる人いますよね。こういう人たちだって生きる権利あるので、そのことに文句言わないんですか？ね。さらに言うとね、北朝鮮で拉致されてる日本人の方だって生きる権利ありますよね。これ取り戻さなきゃいけないんじゃないですか？で、そういうところの発言はね、なんかこの人たちあんまりしないんですよね。ね。で、その、なんか、ね、制度悪用してんじゃないの？みたいな人ばっかり、こう、肩を持つんですよ。なんかちょっとその辺がね、違和感あるなと思いましてね。まあ私も外国人の友達いますし、ね。それこそ、ナザレンコさんやケントさんに代表されるようなね、合法的に日本に滞在されてね、ね、善良な方、たくさんいますよ。もうそっちがほとんどですよ。の悪い奴の方があんまり会ったことないです、むしろね。で、逆に言うと、まあ、警察に捕まるようなこういうことやってる方っていうのはやっぱ問題ですから。単純に犯罪ですからね。不法滞在犯罪ですからね。ね。それをなんか変な名前つけてですね、なんだろう、なんかこうね、イリガルなんだっけ、なんちゃらかんちゃらとか、まあ言ってんでしょ、もうちょっと名前もわかんないですけど、不法滞在、不法滞在で、これ日本の法律に違反してるわけですから、合法的に滞在してください。それだけの話なんで、法律守ってね、はい、善良な外国人の方、ね、日本で働きたい、ね、日本の文化を世界に広めたいなんて人、大歓迎なんで、来ていただいても全然いいです。で、私自身もですね、アメリカでね、合法的に滞在して1年間勉強させていただきましたよ。で、何もその時犯罪も犯せ、まあ当時高校生ですけどね、はい、何も悪いことしないですし、はい、善良にですね、まあアメリカに滞在して日本戻ってきましたけれども、まあそういうのあって何が問題なんですかと。逆にそのね、法律を破ってまで不法滞在するってことがやっぱ問題なんで、やっぱスタート地点をさ、ちゃんとやっぱ見据えてね、こういう問題考えないと、まずいんじゃないかなと、思います。で、そのね、まあ問題の三文字なんですけど、なんか野島のね、CM が出てて、で、株主の方がですね、野島の株主総会まで行って、なんでこんな CM 出すんだって聞いたらね、なんかTBS が、なんかミスってね、なんかでミスって、で、その分の穴埋めで、じゃあ視聴率高い番組なんで出しときますって勝手になんか CM 出されたみたいな話が出てたんですけど、なんかもういい加減ですね。なんか後先考えずね、まあ、この手の、まあ、拡散するプラットフォームになってるね、この三文にもこんないい加減な対応してんのかということでね、残念だなと、もう全てが残念だなというふうに思いました。まあ、私が左翼的なね、思想から足洗った理由も、まあ、そういうところです。ね、ということで、あくまでもね、合法的にね、合法的かつですね、善良なね、外国人の、日本人のね、在日外国人の皆さんのね、権利はしっかり守っていかなきゃいけないなと、思います。そういうのを守っていきたいからこそですね、逆にね、不法ですよね。不法滞在によってですね、なおかつ犯罪まで犯しているような、ね、人は、やっぱきちっと、ね、一罰百戒ですよ。心証一罰ですよ。ね、しっかりと取り締まってですね、こういうものをね、やっていかなきゃいけないなと、いうふうに思いました。ということで、川口市議会議員のね、奥富さんの活動をぜひね、応援したいなと、いうふうに思いました。はい、ということで今日内容面白いなと思った人はぜひですね、高評価のボタンとチャンネル登録をお願いします。最後にコメント欄に感想など書いていただきまして、内容気に入ったら Thanks ボタンでご支援ください。よろしくお願いします。ガオー。